筋肉マンミュージアム in 沼津オープンです。1979年に週刊少年ジャンプで連載が始まったプロレス系格闘漫画筋肉マン。この世界観を堪能できる筋肉マンミュージアムが今日沼津駅近くの商店街にオープンしました。とにかくもう筋肉マン大好きで、もうミュージアムできるっていうのを聞いて、もうなんとか来たいと思って、はい、一番に入りたいなと思って、今日ちなみに誕生日なんで、うん、僕のだからちょっとこうなんか縁を感じまして。ミュージアムは3階建てビルの1階と2階で、2階の展示場には細やかな部分まで再現された筋肉マンや長身などキャラクターの等身大フィギュアが11体、またレプリカの原画も45枚飾られるなど、誰もが楽しめる筋肉マンワールドが広がっています。1階には関連グッズの販売コーナーが設けられ、早速訪れたファンたちが気に入った商品を買い求めていました。等身大っていうんですかね、こう入ったところにいたんですけど、やっぱでかいなっていう、迫力すごいなって感じですね。原画がいっぱい並んでるコーナーで自分が大好きなワンシーンがあったんで、もうそこで一番印象に、そこがすごいちょっと感動しちゃいました。嬉しかったです。オープンに先駆け、昨日は作者の漫画家ユニット、ゆで卵で原作を担当する島田隆さんと、現役プロレスラーで施設の館長に就任した箕輪マンゼットさんによるトークイベントが開かれ、施設の魅力を語りました。原稿もいっぱい展示してありまして、で長寿も展示してありまして、ああ筋肉マンこんなすごい。ウォーズマンとかロビンマスクなんかと対戦したんだなっていうのがちょっともう怖いほどよくわかるので、皆さんその辺をじっくりご覧になってください。世代の人たちももう全員来てほしいですし、そのまた子どもたちもうやっぱり筋肉マンもう世界の筋肉マンですので、各もう海外からもどんどん見に来てほしいなと思ってます。夢の超人タッグ編の舞台が富士山麓だったことにちなんで、沼津市に作られたこのミュージアム。島田さんは商店街の活性化にもつながればと話しました。もっともっとそのシャッター商店街じゃなくて、もう賑わうような感じで、で不安の発信基地になってほしいなっていう気持ちもいっぱいで、で筋肉マン以外にそうやって魚がおいしいだとかそういうのも知ってもらえたらすごく嬉しいです。強く優しく楽しい筋肉マンの発信拠点、沼津の街で新たなドラマが生まれることが期待されます。